コンコースアーヘン中央駅は、ドイツノルトベストファーレン州西部の都市アーヘンにある、主要鉄道駅。アーヘンにある4駅中最大の駅であり、主要な長距離鉄道路線が結節している要所である。ベルギーとの国境に近く、国境を越えた先には、ヘルゲンダート駅がある。アーヘンに、最初の鉄道駅が開業したのは1841年で、 ケルンから、ライニッシュ鉄道ライナシャアイゼンバーンが開業した時である。ベルギー国境に近いハーベスト春に最初に延伸され、1843年10月15日には、アントウェルペンまで延長された。最初駅は、市の城壁の外側に建設されたが、市の急成長に伴ってそのうち新しい建物に、周りを囲まれてしまった。プロシア国鉄道は、発展に対応し、 新しい駅を丘側に建設することを決定した。築堤と新しい橋が1901年に建設され、1905年12月21日に新しい場所に駅が開業した。ドイツ軍が撤退する1944年に大きな損害を被るまでは目立った災害には合わなかった。しかしながら鉄道号は連合国軍にとって大変価値があるものと見られてから、 復旧は早く進み1950年までには、戦災の後は取り除かれた。1966年にアーヘン中央駅は電化されている。電化方式が、ベルギー国鉄が直流電化3000ボルトで、ドイツ鉄道が交流電化 15KV であるため、当時駅構内に黒磯駅のような切り替え地点の設備を設けることを決めた。6番線から9番線には、 切り替え可能な河川があり、国際運用のタリス、アイス、レギオナルエクスプレスなどの列車が利用している。当駅のホールは2000年から2006年にかけて改修された。2007年には推定4000万ユーロの信号設備が追加される。テンプレート、アーヘン・メンヒエングラートバッハ線ありがとうございます。